1811年のユスポフ博のバージョン。モスクワ、プーシキン美術館所蔵。ユスポフ版の修作。サンクトペテルブルク、エルミタージュ美術館所蔵。ユスポフ版の大作品として制作された、モルフェウストイリス、エルミタージュ美術館所蔵。アウロラとケファロスは、フランス新古典主義の画家ピエール・ナルシス・ゲーランが、1808年から1811年に、 かけて描いた絵画作品である。油彩。主題はギリシア神話であり、オイディウスの変身物語で語られている女神エオス・トケヘパロスの恋の物語から取られている。ピエール・ナルシス・ゲランは、イタリアのジョバンニー・バティスタ・ソンマリー・バハクトロシアのニコライ・ボリソビッチ・ユスポフコーという二人の美術コレクター、パトロンの発注により、本作品を2点制作した。現在、 ソンマリー・バハクのために制作されたものはパリのルーブル美術館に所蔵されている。一方、ユス・ポフ公のために制作されたものは完成作の他に、ユサ彩集作も知られており、それぞれモスクワのプーシキン美術館とサンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館に所蔵されている。神話によるとケパロスは美しい男だった。彼が、 アテナイの王女プロクリスと結婚して2ヶ月が経った頃、ケパロスが狩りをしていると、女神エオスが彼を誘惑し、半ば強引に連れ去った。夜明けと共に姿を現したエオスは、アテナイの東のヒュメトス山の頂から彼を発見し、その美しさを見て、恋に落ちたのだった。しかしケパロスはいつまで経っても愛する妻を忘れることができなかった。 エオスは怒って、きっと後悔すると告げながら、ケパロスを地上に返した。後にケヘパロスは、自らの手でプロクリスを殺すことになる。ゲランが描いたのはエオスがケパロスを見染める場面である。エオスは夜の闇を払い、太陽に先駆けて夜明けを告げる女神である。エオスはまだ星が輝いている夜のベールを持ち上げるようにして現れ、エオスの頭上に、ひときわ輝く星が、 夜明け前の暗がりの中に、女神自身とケヘパロスを照らし出している。ケパロスは身を横たえて穏やかに眠っており、エオスは、その美しさに心を奪われたように見つめながら、両手に花を取り、ケパロスの体に散らしている。またクピドは、女神の背後から身を乗り出して、ケパロスの手を取っている。ゲランは1808年から1811年にかけて、 アウロラとケファロスの2作品を同時に制作した。ソマリーバハクのために制作した最初のバージョンは1810年に完成し、その年のサロンと1814年のサロンに出品された。本作品はソンマリーバハクのコレクションとして一族に継承され、1888年、ベルナリンでソンマリーバ伯爵夫人、キャサリン・シーエリールの死後、 ルーブル美術館に所蔵された。第2のバージョンは、ニコライ・ユスポフ公が1810年に購入した、モスクワ近郊のアルハンゲリスコへ宮殿を飾るために、モルフェウスとイリスと共に発注された。この発注は、ユスポスが1808年のサロンで、ゲランの出品作品、カイロで反逆者を赦免するナポレオンとアミュンタスの墓で休む羊飼いとを見たことによると、推測されている。 彼は美術コレクター、パトロンとして、ソンマリー・バハクとライバル関係にあり、タイとなる作品をゲランに発注することで、ソンマリー・バハクに勝利しようとした。作品は1810年版と比較するとケヘパロスのポーズに若干の変化が認められる。特に大きな変化はクッピドであり、1811年版ではケパロスの手前に移動し、両手をケパロスの足と腰に添えながら、 眠っているケッパロスの表情を見上げている。作品は、翌年に完成すると、モスクワに送られ、アルハンゲリスコへ宮殿のプシュ家の間に飾られた。ユスポスコの死後、コレクションを受け継いだ息子のボリス・ニコラビッチ・ユスポフは、その大部分をサンクトペテルブルクにあるユスポス家のモイカ、宮殿に移し、アウロラとケファロスは1834年からも、イカ宮殿で飾られた。 あとに1917年の10月革命を経て、ユスポフ公のコレクションは国有化され、アウロラとケファロスは1924年にエルミタージュ美術館に移管された。その頃、1918年の首都機能のモスクワイ展に伴い、エルミタージュ美術館の収蔵品の一部が新設されて、間もないプルシキン美術館に移動されており、アウロラとケファロスはエルミタージュ美術館に移った翌年、 プーシキン美術館に収蔵されることとなった。一方、収作は長い間、ロシアで個人コレクションとなっていたが、所有者の死を経て、1978年にエルミタージュ美術館に所蔵された。大作品として制作されたアウロラとケファロスとモルフェウスとイリスは、共造のような関係にある。構図の左右対称性に加え、 完成作では1811年版のケヘパロスとモルペウスのポーズが似ている。しかし、リール美術館に所蔵されているモルフェウスとイリスの修作素描では、アウロラとイリスの間により多くの類似が認められる。そこではイリスは雲に座っておらず、アウロラのように両腕を伸ばしたポーズをとっており、モルフェウスとイリスの初期構想としてのアウロラとケファロスから発展したことがわかる。 ありがとうございます。